下久々です。Them, 今日はジャガー XA、新型 XA の、発表会、ワールドプレミアを見に、ロンドンまで来ています。今日の発表会ですね、さすがイギリスを代表するサルということで、セレブもいっぱい来ていると、まあ、報道関係者も多いんですが、まあ、セレブ例えばジェイ・レノのようなセレブが、司会をやってたりしてとても、にぎわった発表会になっています。はい、この新しい XJ、今発表されたんですが、まあ、9月のフランク・ロトホフショーが正式な、お披露目ということになるのかなと思います。で、日本に入ってくるのは、まあ、おそらく来年ぐらいかなと、来年の前半ぐらいかなと思います。ただ僕らにはテストドライブの試合がもしかしたら年内にあるかもしれません。最近のジャガー XFや XK を見ても、まあ、デザインが美しいだけじゃなく革新的なだけじゃなく走らせてもものすごい、魅力的な車に仕上がってますので、まあ、そのジャガーのフラッグシップである XJ の走りというのはちょっと期待できるんじゃないかなと思っています。このプレミアムサロンのセグメント、まあ、メルセデスの S クラスや BMW 7シリーズ、アウディ8の他に、まあ、最近では例えばアストンマーチンのラフィード、そしてポルシェのパナメラといった魅力的な、ニューカマーが出てきますが、ジャガー XJ、もしかしたらノーマークだった人もいるんじゃないかと思うんですが、僕はこれちょっと打ち押しにしたいくらい、見た目もかっこいいですし、中身も革新的、そしていかに走りが期待できるということで、とても楽しみにしているニューカマーです。